はいどうも、カズベンです。今日はね、救急救命士ただ働きさせられてませんかというお話をしていきたいなというふうに思います。これね、ちょっとね、かなりね、立ちの悪い問題ではあるんですよね。はい。で、このただ働き、今回話しますけれども、僕のとこの消防本部はこういったことはないんですが、まあ、こういうふうな消防本部がまだたくさんあるよというところで、これから救急救命士ね、目指してなられる方、こういう問題があるということを知っておいてください。かなりね、生涯においての収入としてだいぶ変わってくるとは思う話なんで、もしこういうふうな消防本部があるんやったらば、ちょっと要注意かなっていうところでございます。で、こちら、救急救命士が取らないといけない単位というところで書かせていただいてますけれども、救急救命士になると、まあ、国家試験もらえますわな。そうすると、車の免許と違って、一生救急救命士ということでね、やっていけます。当然ね、引退してから救急救命士や言うても、まあ、何の効力もないんやけれども、特に免許更新みたいなことは僕たちありません。ただし、この、取らないといけない単位っていうのは、救命士っていうのは、障害教育みたいなもんがありまして、こちらに書いてあることを実施していかないと、運用救命士として認めないよ、みたいなところなんですね。それをね、簡単にちょっと説明します。いろいろあるんやけどね、それに地域の実情に応じて、メディカルコントロール協議会が決めたなんじゃかんじゃ、このね、メディカルコントロール協議会っていうのもややこしいから、省くから。はい。こういうことをしないといけないということで、今回は単位についてだけ話しています。まあ、単位っていうと、よくね、大学で単位取れたら何だのを言いますけれども、まあ、あのことと一緒やと思ってください。で、救命士になると、この2年間で128単位を取っていかないといけないんですね。まあ、正式には2年度、年度で計算していきます。2年度で128単位を取っていかないといけないわけなんですが、で、この1単位、そしたらどれぐらいで取れんねんってことで、1時間の勉強会に参加したら大体1単位やと。で、3時間の勉強会に参加したら3単位。で、8時間の JPTEC とか ICLS、ACLS みたいなものに参加すると8単位みたいな計算ですね。まあ、ざっくりそんな風なもんやと思ってください。で、この勉強会とか、この単位を取得する方法っていうのは結構いろいろあるんやけれども、まあ、一番大きいものがこの病院実習というものになります。2年ごとに病院実習というのが行われて、それが64単位確定でもらえます。で、これなぜ64単位かっていうと、病院実習も1トーム種として数えて、まあ、1トーム24時間のうち、昼の休憩、夜の休憩、夜中の仮眠時間を引いた16時間ぐらいが勤務になってるんですね。なので、16時間勤務、すなわち16単位、16単位取れて、それが4日間あります。で、この4日間は地域によってまた変わってくるんやけれども、連続して4日行くときもあれば、2年間こう、ボン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 ってこうね、分けられて4回行くところもあって、まあ結局64単位は確定でもらえるんですね。つまり残りの64単位を自分で取りに行かないといけないと。で、この取りに行く方法の一つとして、この例えば勉強会であるとか、他にもな、いろいろあるんですけれども、多くはこの勉強会っていうところになってくるんですよね。この勉強会ってなんじゃらほいっていうところで、まあ一般の方はね、よく分からへんかもしれないんですけれども、この勉強会っていうのは、病院とか医療機器メーカーが開催しているお勉強会です。まあ、その名の通りですね。まあ、病院の場合やったら、例えば僕がどこどこ病院に搬送しました。で、こういう観察して、こういう風な処置でこの病院を選びました。みたいなことを例えば病院に伝えますよね。そしたら所領の先生がそれを引き継ぎ受けて、ある程度こう処置していって、救急の先生からその病棟の先生、専門の先生にこうね、割り振られていくと思うんですけれども、例えば脳外やったら脳外で、まあ、こういう病気やったんで、こういう手術をして、今、この方は元気に退院されましたとか、あの後亡くなりましたとか、まあいろんな話をこうしてくださるわけなんですね。で、同じようにこの医療機器メーカーが開催するものもあって、まあ、これはまあ大手の医療機器メーカーが一つ大きい場所を借りてね、大阪で言ったら梅田とか難波とかで大きい会場を借りて、その地域の消防本部のに案内を出して救命士さんに来てもらって、で、ここにお医者さんを呼んで救急に関する講話を開いてもらうと。そして僕らがそれ聞くというところですね。まあ医療機器メーカーがやってるんで、休憩時間にはその医療機器メーカーが出している新しい AED であるとか吸引器とかのプロモーションとかも少しあったりはするんですけれども、まあそういったものが勉強会になります。はい、この辺からね、ただ働きじゃないかっていう今回の本題にはなってくるんですけれども、この勉強会っていうのは基本的に僕たち非番で行くことが多いです。まあ、当務中に行くっていう時もあるかもしれないですけれども、ほとんどが非番で行ってます。はい。つまり24時間勤務終わった次の日の非番、それの昼の15時とかね、18時から開催される勉強会なんかに非番で行ってるんですけれども、これに関して、
長勤とか旅費ね、長勤というのは時間外勤務手当で、旅費っていうのはまあ交通費ですよね。交通費がつくとことつかないところがあるんですよ。まあ言うと、つく消防本部とつかない消防本部があって、僕のとこは昔つかなかったんですよ。僕が入って5年目ぐらいまではつかなかったんですけれども、やっぱりその時のね、あの先輩方がいろいろ動いてくれた結果、今はね、時間外も旅費もつきます。ただし、さっき言ってた64単位分しかつかないので、まあ必須とされている64単位を取りに行くための費用やと。そのための人件費はちゃんと職場が持ってくれるというわけなんですが、それを支払っていないところがまだ結構あるらしいんですよね。結構問題ちゃうかなって僕は思うんです。というのは、やっぱり非番に大人一人を動かして、これ救急救命士を運用していくための、まあ、コストじゃないですか。なのにこれを支払わずに非番の日に行ってきて単位だけ取ってきてっていうのはなかなか傲慢やなということで、結構僕はね問題あると思うんですが、そういうことをしている消防本部がまだ結構あるはずです。はい、本当にねどうにかした方がいいかなと思います。で、一方で大規模な消防のことをちょっと言わせてもらうんですけれども、まあ、兵庫県のあるでかい消防の局本部で働いてる、しかも救急科みたいなところで働いてる方とちょっと話する機会があって聞いたことあるんですけれども、やっぱり大きい消防本部っていうのは救命士をたくさん抱えてるんで、同じように非番で長勤つけて生かしたらえらいことになると、金がえらいことになる、予算がもう足りんようになるみたいなことを言ってました。これね、今ちょっと参考までに計算したんですけれども、一人ね、救命士、時給まあ2000円とします。まあ2000円って結構ね、あの若手の方やと思います。もっとベテランになってくるともうちょいこの単価上がってくるんですけれども、まあ、この若手救命士2000円の時給で 1.25 掛けです。非番なんでね、非番で行くときは 1.25、 週休、高休日に行くと 1.35 倍になりますが、今回は 1.25 倍で、3時間の講習に行ったとしたら1人7500円もかかるんですよね。7500円、これね、50人例えば救命士行くと、まあ、旅費や何や含めて約40万円かかります。1回の勉強会、これしかも3時間なんで3単位上げるだけで40万円かかってしまうんですよね。もうこれね、こんなもん予算取れませんよみたいなお話をね、あの聞いたことあるんですけれども、まあそういった消防本部、大きい消防本部っていうのは、局の本部に、お医者さんを招いて講習会をします。そしてそこにこう救命士を呼んでくるんやけれども、非番の救命士を呼んだらまあ結局金かかるんで、そうではなくて各消防署や出張所、出先機関も含めて救命士をそこの講習会にね、党務員を呼ぶんですね。党務員を。なので、党務員で呼ばれたら、まあ、同じ市内の出張なんで、大して交通費もかかんないですよね。おそらく、自家用で来いとかね、いろんなこと言われるかと思うんですけれども、お金がかからないと。で、一部ね、非番の人とか、週休の人も呼ばれたりするかもしらんけど、全員非番で行かれるよりは、だいぶマシですよね。これにかかる費用って、ほんとこの講習会に来てくれたお医者さんに払う、まあ、ギャランティーだけですよね。そんなの数万円で済むんで、全員が行かれるよりも、だいぶ安くなってくると。まあ、こういう風な形で、救命士にポイントを上げていると。まあ、これでも3ポイント、全員に救命士上げれるし、まあ、こっちで行かれても3ポイントなので、絶対的にこっちの方がね、こっちで運用していく方が安くつくから、こういう風にしてはいるんやけれども、やっぱこの講習会ってなってくると先生との時間の調整とかもあって、やっぱりね、年に何回も何回もやっぱり開催することが難しいようなんですね。そしたらね、僕ね、勉強会にどれぐらい行ってたかっていうと、ほんと救急の担当であった消防士になってから3年目、4年目、5年目の間は、すべての勉強会、もう行ける勉強会にすべて行ってました。もう年間も何回行ったかわからんぐらい。しかもその時はまだ長勤ついてなかったんで、もう全部自費で行ってました。もうね、よう考えたらもうめちゃくちゃ金もかかるし、時間もかかるし、めっちゃもったいないことしてたなかと思うんですけれども、今どうかっていうと、まあ僕は勉強会に基本的に行かない、まあことが多いんですね。で、これなぜかっていうとね、もうね、十何年も救命士やってるでしょ。そしたらね、もう話がね、わからないんですよね。まあ言うたら症例検討会って言ったって、まあ珍しい事案を見せられたりはするんやけれども、別にその珍しい事案を見たからどうやねんってところで、やっぱりね、救命士としてはよくある、それこそ命に関わるような事案をいかにこう、スムーズに処理できて、この患者さんの命救うかみたいなところに僕なんか重きを置いてる派なんで、その珍しい事案を見たところでなんですよね。あと、話をするね、先生、これね、当たり外れがあります。
医者の中にはね、話めちゃくちゃうまくて引き込まれるような話をする人ね、たくさんいてるんですけれども、ごく稀に全然話がね、やまらない先生がおるんですよね。で、この先生が出てくる病院に関しては僕も行かないというふうにして、今の救急の担当に完全に NG 出してるぐらいなんで、まあ、そういうところもあるんですよね。で、そもそもまあ症例検討会っていうのが、まあ僕の中でどうなんかなっていうところで、まあそういう勉強会には行ってないですね。で、まあこの何かと時間が無駄っていうところも、これね、ちょっと言い方は悪いんやけれども、勉強会に仕事で行くとなると、やっぱりね、こう仕事なんでちゃんとスーツ着てね、絶対遅れられへんしね、旅費も請求してもらってるぐらいなんで、当然やけど遅れたらもう偉いことです。なんですけれども、24時間勤務終わった後の非番の時間に、この勉強会のために、スケジュールを組んで動かないといけないですよね。例えばその時間家族とご飯食べれなくなる、ジム行けなくなる、ゲームできなくなる、自分の余暇の時間がなくなってしまうわけなんですね。まあ、仕事といえどうですよね。この勉強会を中心に自分が動いていかないといけないので、正直何かと時間無駄かなって思います。よう考えたらその3年目から5年目の時も車で行ってたけれども、あの時は長期もらえてなかったから、車で行って事故ったらもう自分のせいになってまうんですよね。今はね、ちゃんと仕事として出張命令書を書いて行ってるんで、もし車で、行って、それで、事故ったりなんやかんやしたところで、まあ、公務災害おそらく出るんじゃないかなっていうところなんですけれども、時間っていうのは命なので、時間を大事にしていきたいなっていうところで勉強会に行かなくなりました。まあ、この勉強会に行かないっていうのも、家の近くの病院には行きますよ。もうめっちゃ遠い病院ね、よく搬送するけれども、めちゃめちゃ家から遠い病院には残念ながら行かなくなりました。で、勉強会に行かなくても他の方法で単位って実は取れるんですよね。救命センターに搬送した時に、なんか書類をバーって書いてね、先生の指導とか助言を受けたら何ポイントとかね、いろいろあるんで、他の方法でも単位取れるんで、何でもかんでも勉強会に行かんでも、まあ単位取れるってことがもう分かってきたんで、行かないっていうところなんですね。まあ、ちょっとね、話が逸れてるんですけれども、もしただ働きさせられてるならば、今すぐ是正していきましょうというところなんですね。この是正っていう単語をね、あえて使わせてもらいました。ちなみに是正っていうのは悪いところを正しい方向へと改めることであり、改善は良い方向へと改める。まあ、よく似てるんですけれども、単純に悪い現状を正そうとするのが是正で、改善は悪くない部分もさらに良くなるよう改めようというポジティブな意味合いも含まれるのです。ポジティブな意味合いも含まれるのですというところで、悪い現状を正そうとするのが是正。これ悪い現状ですよね。なので今すぐ是正していきましょうというお話でございました。というわけで今日の動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。ではまた。